rated M for mature. この今作の立ち上げの時にですね、もう一度やっぱりホラーっていうところに注目した作品にしたいなというのが一個の大きなテーマがあったんですけども、その時にやっぱりですね、どうしても比較してしまうのが旧作のバイオハザードの初期の頃の、特に皆さんユーザーの方から怖かったねとか、あのゲームすごい気持ち悪かったねって言われるところのところをやっぱり意識したところはもちろんあるんですけども、そのただ単にその旧作をなぞって、懐かしんで作るっていうよりも、その当時にそのゲームをやって体感した恐怖とかそういう体感を極力この、新しいリベレーションズの中で盛り込もうということをして取り組んでいます。もちろんゲーム的に当時よりアクション性とかゲーム性はもちろん進んで進化しているんですけども、そういうものと当時体験した、そういう経験の怖さというものを、極力いい形で落とし込もうとした、新しいホラーゲームを作ろうとしたスピリットっていうところが、評価ユーザーさんたちに評価していただいているところかなと思っております。シリーズを通して洋館に始まりアフリカとか中国とかいろんなロケーションでそのロケーション特有の恐怖っていうのを表現するのがこのシリーズの魅力の一つだと思っていて、で、船の上だったら当然浸水シーンはやるだろうと思っていました。僕自身たくさんアクションゲームを休日にプレイしたりするんですけれども、リスペクトすべきたくさん作品もたくさんあるんですが、やっぱりリベレーションズで、何が魅力かってそういう中でも思うのはやっぱり恐怖と、そういうふうに考えています。で、恐怖っていうのはやっぱりこう脳内科学の最近の分野で研究されてきて、実は快感とすごく密接に結びついているという研究結果が出ています。これ人間はですね、恐怖に直面すると快楽物質をそれを克服しようと思って脳内麻薬を分泌するんですよ。それで自分が安全な場所にいるって分かった時にその出た快楽物質が快感に変わるという研究が最近進んできてるんですね。で、これによって、リベレーションズはそういう恐怖を感じるためにすごく特化されたデザインされています。ゲームはシンプルなんですが、恐ろしいことそういうことが起きて、人間こういう波がすごく出せるようにデザインされています、もうちょっとみんな皆さんも気軽に恐怖をリベレーションズで楽しんでもらえたらいいと思います。